はい、こんにちは。えー、数学を担当します、岩崎です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、北海道大学2022年度前期の理系の5番の問題の解説をいたしたいと思います。はい、それでは早速行ってみましょうか。問題見てみますね。はい、こちら、複素数平面の問題だね。はい、複素数 z に関する次の2つの方程式を考える。ただし、z バーですね。バーがついたのを z と強約な複素数とし、i は虚数単位としましょうと。と そして、二つの方程式というのがこちら。まず ①、丸一。zz b イコール4ってやつ。そしてもう一つが、z の絶対値イコール z ひくルト3足す i の絶対値になってますね。はい、括弧一1番です。丸一、丸二、それぞれの方程式について、その回 z 全体が表す図形を複素数平面上に図してよ。ということなので、まあ、このままでもだいぶ分かりやすい形はしてるんですが、まあ、明らかにこういう方程式だよ。って分かる形に変形してみよう。 はい。今の丸一丸2移した状態です。では行きましょうか。丸一についてなんですが。はい。この Z と Z バーですよね。はい。まあ、二つの複素数、アルファとアルファーバー。こんなのあったら、その変形は絶対値の事情でしたね。Z、Z バーの積ですから。はい。変形すると。はい。こちら。Z の Z。 絶対値の事情をイコール4となりますね。このことを使ってしまっています。はい、つまりですね、故に、z の絶対値、これイコール2となりますから、はい、この満たす方程式は、z が原点からの距離が2だということですね。はい、よって、z は、はい、原点中心。 半径2の円。はい、これとなりますね。はい、これを表すことになります。で、ちょっと取っときましょうか。今度、丸2についてもいきたいと思います。まとめましょう。ほら、どうせね、原点中心、半径2の円はすぐ描けるでしょ。なので、それは後で、これと一緒にセットでやりましょうね。丸の2番参ります。丸2についてもこれも変形していきましょうか。 はい、変形しますがはい、この絶対値がついているこの形なんですけども、例えば2つの複素数,数、α と β があったときに、α と β を引き算してこれ絶対つけたら何でしょうか。これはもちろん、α と β の距離ですよね。はい、これは α と β の距離を表します。 はい。ですので、この丸二についても、このように変形してしまえば、はい。このようにすれば、左の辺も、右の辺も、Z と何かの距離になっていることが分かりませんかつまり、これは、 z と0の表すね点。原点との距離。だし、こちらは、はい。ということは、z と原点との距離、z とルート3引く i との距離が常に一定ということなんだから、 丸2の z は、はい、0とルート3控の垂直二等分線。これを表すことになります。図詞をすればすぐにイメージも湧きますので、やってしまいましょう。はい、まず丸1番ですね。これらを図詞すると。丸1の方は、あ、はい、今言った通り、原点中心半径2の円を表しますから。 そうですね。はい。図示すると、原点中心半径2の円。ということで、これになります。では、次に丸に行きましょう。2> 丸には、はい。0、原点と、ルート 3-i、こことの垂直二等分線を表しますので、はい。ちょっと色つけちゃいましょうかね。こんな感じに。 なるかなと思われます。はい。例えば、ここの点であれば、ちゃんとこことの距離、こことの距離っていうのが同じですよね。こういうの点の集まりです。この辺でもこっからの距離一緒ですもんね。はい。ということで、このまあ実践部分。ということになりますね。はい。以上、カッコ1番ですね。はい。こちらとこちら。両方とも書けました。というわけです。では、カッコの2番の問題に参ります。はい。カッコの2番です。はい。 丸一丸二の共通解となる複素数をすべて求めなさい。はい。丸一丸二の共通解っていうのは、この円周上の点と、この直線上の点。これらを同時に満たすってことだよね。共通解だから。はい。すべて求めななんかあっても2つぐらいしかなさそうだね。はい。それじゃあ見てみよう。はい。えー、丸1をまとめて1つの xy 平面上っていう複素数平面上に図示すると、 こんな感じになることわかりますね。原点中心半径2の円が丸一でしたね。で、丸二の方は、ここ0とルート 3-i の垂直二等分線ですから。ということは、共通に満たすところってここと、まあ大体わかっちゃったけど、この辺。っていう、この2箇所、さっきも言った通り2個しかなさそうじゃないって言った通り、この2箇所になりそうです。だから、この交点を求めればいいんですよ。だから、普通にこれ、XY 平面上の方程式として解いてしまったらどうだろう。 それでやってみよう。はい。では、カッコの2番の最初に、まず、丸一についてですが、さっきも変形した通り、z の絶対値の値をイコール4ですから、はい。z イコール、x プラス yi とすると。はい。もちろん、xy 実数ですね。っていうか、もう、複素数平面においてはもう、 僕は伝科の宝刀とも呼んでいる。この X 足す YI に置き換える。そうすれば図形と方程式で解決する。ということなんですよね。なので、行ってしまいます。こちらです。X 辞乗足す Y 辞乗イコール4。はい。これが原点中心半径2の円の方程式になってるもんね。はい。では、これ、丸一ダッシュにしておきましょう。はい。じゃあ、一方で、この垂直二等分線だね。はい。こちらの方がちょっと大変かもしれないけど、 まあ、図形でやってもいいけど、このまま入れてしまいましょう。はい、丸二について。はい、丸二についてもやってしまいます。つまり、絶対値の x たす yi。これですよね、左の辺は。これ入れちゃうんです。で、こちら x、x たす yi。マイナスのルート3たす i。ですから、実部と虚部に分けてあげましょう。そうつまり、 x-√3 の事乗を足す。はい。足す y プラス1倍の i。はい。このように実部と虚部に分けてあげました。これなんでこれこんな風にしたかってこれ事乗してみましょう。これ事乗しましょう。はい。これ事乗すると、そう。絶対値の事乗って、はい。これですね。a たす bi という複素数の絶対値の事乗は、ab を次数とするとき、a 事乗たす b 事乗だったよね。 もちろんのこと、こちらというのは、さっきの、z の絶対値の事情が、z、zz バーになるということからもわかるね。これ計算したら、a 事たす b 事のね。はい。これを使ってあげたいというわけです。なので、こちら、左の辺。はい。x たす y i の事情っていうのは、x 事情たす y 事となります。はい。そして、右の辺はというと、a たす b i の事情の状態ですから、x 引くルート3の事情たす。 はいちゃんと X 次乗と Y 次乗消えてくれそうじゃないちゃんと直線の方程式になりそうですはい展開しますこうだねちょっと左の辺もう一回書いておきましょうなぜならばここが消えるからね X 次乗と次乗 y 事乗と y 事乗が消えるので結構簡単になるかなというところですね。はい、そうすると、いきます。y イコールにしちゃいましょうか。y イコールでこれ全部残り左の辺持っていって2で割ります。すると、ルート 3x。はい。えー、ですね、2で割ったらね。そして3、3足す14向こうに持っていったらマイナス4なで、ね、2で割ったらこれになります。これ丸に出しはい。これさ、y 切片マイナス2ってね、図形さっきの絵が合ってる感じだよね。 さあ、なんで一個も回答答えはね、共有する解がこれだと、共通の解はこれだと分かっちゃいます。もう一個これも出すべく、求めるべく、はい、丸1ダッシュと丸2ダッシュ、今出てきたものですよ、これ。代入することでやりましょう。完全なる図形と方程式です。はい、丸2ダッシュを丸1ダッシュに代入します。はい、代入すると X 二乗です。 はい。ルート 3x-2 の辞書。イコール4ですね。はい。整理しましょう。はい。ルート 3x 次乗すると 3x 辞乗だから、4x 次乗マイナスのかけて2倍、4ルート 3x。はい。えー、プラス4イコール4なんで消えてしまいますから、こうなりますね。はい。そうするとこれ 4x でくれば x、x マイナスルート3イコール0とわかります。 はい、見事、X は0またはルート3ですね。はい、そしたら Y の方はどうなるのかなと言ったら、Y の方を直線の方程式に代入しましょう。はい、それじゃあ参ります。X0 の時。Y はいくつでしょうかはい、ここに0を入れます。Y はマイナス2。やったね。0の時、マイナス2。つまりここ。ほら。0マイナス2。複素数で言ったら、マイナス 2i に当たります。ではもう1個行きましょうか。ルート3です。 ルート3の時、y は何でしょうはい、ここにルート3入れてください。ルート3入れると、ルート 3× かけるルート3で3。3-2で1ですね。なるほど。ここルート3。あー、なるほど。ルート3カンマ1。なるほど。だいたい図形的にも合ってたね。さあ、その共通な解となる複素数をすべて求めようということでしたから、はい、従って。はい、丸1と丸2。 はい。まるとまるの共通解。となる複素数はと言われてますからね。複素数は実数も虚数も合わせたものですからね。はい。複素数は。はい。これを全て求めなさいということなので、こちら0の時にマイナス見だから、 マイナス 2i。はい、これと、x、実部がルート3の時、虚数部分が1ですから、はい、ルート3足す i。この2つで全部、ということになります。以上、カッコの2番です。進みましたね。では、最後にカッコの3番で締めましょう。はい、カッコの3番です。カッコの3番は、カッコ2で求めたすべての複素数の積ちょっと待って。すべて求めたらさっき確かに。それ何だったかっていうと、 マイナス 2i とルート3足す i。この2個しかなかったね。すべてって言ってるけども、はい。それの複素数の積を w としましょうと言ってるってことは、すべてってこの2個しかないので、w はマイナス 2i かけるルート3足す i だね。まあ、これをなんかって計算しますと。この時、この複素数 w の n 乗したのが、 負の実数となるための整数 n の必要十分条件を求めよう。ということなので、これとりあえず w をしっかりと計算してあげます。まあ、おそらくこれ虚数だよね。ちょっとやっちゃおうか。マイナス 2i 以上で2。それからマイナス2ルート 3i か。なるほど。ということは、w 自身はこれ虚数ですね。しかも、絶対値が4かな。で、変革がこれ、 コード法度数法特に指定はないね。じゃあコード法で言ったら、コサインマイナス3分の π 足す、アイサインマイナス3分の π かな。なので、はい、なので、まあ、これを使って、これ実際虚数で、例えば3乗すると負の実数になりそうだよね。わかる ?3 乗すると変革がマイナス π になるから。 負の方の実数になるって感じ。ちょっとそれを調査するという感じで行ってみたいと思います。はい、それじゃあ参りましょう。はい、今の計算ね、えー、書いてみました。2マイナス2ルート 3i です。軽く極形式さっきこうなるね、なんて言ったけど、2マイナス2ルート 3i ってここですよね。はい、実際ここ3分の π 降りてるところですね。数学で言う正の方向、こっち、時計の逆回り。時計回りでマイナス3分の π いったところで、 この長さは、まあ3平方の定理使えば分かりますけど、長さ4、絶対値は4で、変革マイナス3分の π と表現できます。極形式表現ではこうです。はい。で、これの N 乗をしましょうというわけですから、ね、ドモアブルの定理も活用して計算してあげれば、 w の n 乗ですが、絶対値4を n 乗します。はい、そして変革は n 倍します。はい、コサインマイナス3分の n 倍。はい、こうなりますよね。で、まあ絶対値はどうでもよくないだって今僕らが欲しいのは、 こちら、この時、w の n 乗が負の実数となるための整数 n の必要十分条件を求めるんだから、負の実数になるんで、もう絶対値が4の n 乗って分かってるわけだから。別に大きさが、まあ複素数自体の絶対値がどうなってるかあまり関係なく、無きが負の実数になっていてほしいってことは、こちらが関係あるってことなんじゃないかと思うんです。負の実数ってことは、複素数平面上で、 この w の n 乗がこれ、負の実数だからこれ、実数軸の左側。原点よりも左側で、に、その値があるっていうことですよね。ってことはその変革が、k を整数として、π プラス 2kπ になってればいいんじゃない ?2π で1周分でしょその整数倍で、π のこの向きに対して、k が0ならこれ、1なら1周5でまた向こう。 見ならまた2週後で向こう。というふうに一般格で表すことができる。つまりこれら変格、これら変革。これら変革が、そうです。どちらももちろん同じ値だからね。はい。π プラス 2kπ。まあ、2π かける k ってことね。はい。k は整数。こうなるような整数 n が存在すればいいんだよね。はい。ということで、こちら。 続けます。はい。w の n 乗が負の実数となる必要十分条件は、このマイナス3分の nπ が π プラス 2kπ。このようになるような整数形が存在することです。もちろんこれ4の n 乗というのが正なんでね、絶対値がもちろん正で存在しますので、負の方に、ね、絶対値はちゃんと0より大きい値でありますから、その変革のみがこのようになっていればいいってことになりますね。はい。ということで、よって、 こちら、マイナス3分の nπ。これ計算すると 2k たす 1π かな。はい、これですね。これを変形すると。はい、そしたら両辺、ま、えっと、で割れますね。π で割り算して、さらにマイナス3倍しましょうか。はい、そうすると n イコール。マイナス3倍の 2k-1π。2k-1。ということになりますね。はい、そうするとこちらっていうのは、 マイナス 6k マイナス3ですね。はい。このいうなるような整数 k がきちんと存在してくれれば良いのですが、はい。その k、整数 k が存在し、その値に対してこれ6の倍数ですね。ちょっと、えー、マイナス3とかも見づらいので、こうしておきましょうか。6倍のマイナス k マイナス3にして、ここマイナス3もプラス3にしちゃいましょう。6倍のマイナス k-1、足す3。 はい、このようにすれば、マイナス K-1 っていうのはこれもちろん、K が整数であれば。はい、こちらも整数ですよね。はい。負の実数になるようになるためには、はい、N というのは整数 K が存在し、このようにかければよい。そのなるような、はい、N の必要十分条件ですから。はい、よって。はい、N は。 どうなればいいはい、整数形が存在し、その整数形を用いて、はい、6で割って3余る。っていうことですね。はい。6で割って。3余る整数。ような整数ですね。これが求める N についての必要十分条件ということに。 なってくるんだなということです。一応問題文見てみますね。はい。えーね、先ほども言った、これ、W の N 乗が負の実数となるための生成 N の必要十分条件ということですけど、はい。これが負の実数となるための必要十分条件というのは、ね、これを満たすような整数 K が存在することでしたね。はい。その整数 K が存在し、N がこのように書けるわけですから。はい。整数 K が存在し、それについて、6で割って3余るような整数 N。 これが存在することですよね。はい。先生 N の必要十分条件になります。はい。以上、これが5番ということになります。どうだったかな理解ちゃんとできたかな理解ができたら、自分の力でも解けるように、アウトプットできるように頑張ってみましょう。数学はね、いろんな単元が繋がってますから、いろんなところでわからないことが出てきたら、それを自分で調べられるようにこちらでも用意してますので、安心して受講してください。それでは、お疲れ様。